変長らくお待たせいたしました。ただいまよりアボットメディカルジャパン合同会社共催 E-ケースブックライブを開催いたします。本日は大変お忙しい中ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本ライブではご視聴いただいている先生方からご質問やコメントを受けたまわります。画面右側にございますチャット欄から随時ご投稿ください。本日のライブでは OCT ガイデッドを臨床で生かすを大阪府済生会中津病院志手淳也先生、名越良治先生、光月天音先生と共にお送りいたします。それでは志手先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。大阪府済生会中津病院の志手でございます。OCT ガイデッドを臨床に生かすセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。では早速ですがスライドをお願いします。皆さんご存知のように本邦の PCI ガイドのイメージングモダリティの使用率はだいたい IBAS が 80%、 OCT は 20% という現状だと思います。でこの理由としておそらく冠動脈の血液を除去しないと画像が取れないということがあるかと思います。 OCT を徹底活用するためにはまず OCT の鮮明な画像を安全に習得する要領を身につける必要がある。そして OCT 画像を理解し PCI に生かす読影術を習熟する必要がある。そして実際には単純病変に対する PCI から始めて手技を熟知し、その後 ACS や分岐部病変、石灰化病変、腸病変等の複雑病変に適応を広げていくことをお勧めしたいと思います。では早速ですが最初に名越先生の方から講演をお願いしたいと思います。名越先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大阪済生会中津病院の名越です。私の方からまず OCT を日常臨床で用いるための、まず基礎的なポイントと、でその後、分岐部病変であるとか石灰化病変で使う活用する、ポイントというのをお話しさせていただきます。まず、これは当たり前のことなんですけど PCI に OCT を活用するためには、これイメージングですのできれいな画像、評価可能な画像をまず撮像するということが一番初めのポイントになります。でその後撮像した画像を読影して、それに対して、ストラテジーを立てていくと。で最後に、OCT 今の OCT は、僕のイメージではスマートフォンみたいなイメージで、たくさんの、活用できる機能がありますので、ただその機能を知らないとやっぱり使いこなせないかなと思いますので、そのあたりのお話をしたいなと思います。まずその1ということで、画像をきれいに撮ると。でこれはもう当たり前のことなんですけど、ただ、お話を聞いているとこの時点で、OCT ガイドがやっぱり難しいと思われる先生がどうも多いということを、耳にすることがあります。やはり、ここは、IBAS との大きな点の一つで、IBAS の場合は血管の中に、カテを持ち込めばそれでほとんど皆さん同じような画像を撮ることができるんですが、 OCT は、血管の中にカテを持ち込んだ後に、カテーテル血管内のフラッシュであるとか、そういったことをしないと画像が撮れないと。したがってそこに少し、コツというところがあります。また、造影剤で血球除去をすることが多いかと思いますが、造影剤量も気にしないといけません。なので、このポイントでもうつまずいてしまうと、OCT って使いにくいねっていうことになってしまうので、ここがまず一番大事なポイントかなと思います。この点に関しては、この後、当院の光月先生から詳しい解説がありますので、これさえ聞いていただいたら、OCT のファーストステップである、きれいな画像を撮るということに困ることはもうないと思います。なので、私の方からその2からの画像時計というところからお話しさせていただきます。画像時計に関しましても、そんなに細かいところは正直いらないかなと思います。 PCI に生かすという面ではいらないかなと思います。研究の面では細かく知った方がいいかと思うんですけど、PCI に使うという面ではある程度のことを知っておけば、それに対応できるかなと。でここに2つ分けてますけど、新規病変のパターンと再狭窄病変のパターンというのをいくつか知っていただいてそれを生かしていくと。で新規病変のパターンで知っておかないといけない初めのポイントとして、この3層構造、肺、老肺、内膜、中膜、外膜が肺、老肺に移るというところは知っておかないといけないかなと思います。でそれを知った上で、この代表的な3つのプラークを見分けると。
で、まあ、これ左がファイブラスプラークで真ん中がリピートリッチプラークで右がカルシファイドプラークということになりますけど、まあ、ファイブラスプラークを見るポイントとしましては、先ほどお話ししたハイローハイのこのローのメディアの部分が、まあ、見えるっていうところがファイブラスプラークの特徴になります。まあ、もちろんそのファイブラス以外でも、まあ、あのプロテオグリューカンをちょっと多く含んでいるとかそういった印象のものはあるかもしれませんが、まあ、簡単に言えばそこがファイブラスプラークの特徴ということになります。次にリピートリッチプラークですが、もう見たら一目瞭然で奥が全く見えないアテニュー種の強い画像というのがリピートリッチプラークということになります。で右の方のカルクなんですけど、まあ、カルシファイドプラークっていうのはこう見たらクリッと分かるような境界明瞭な低ローな部分というのがカルシファイドプラークということになります。まあ、中にはこのリピッドとカルクの区別がなかなかつきにくいというものもあるとは思うんですが、まず基本的にこの3点の特徴を知っておけばある程度の対応はできるかなと思います。でもし忘れたらこれ前原先生とかの前原先生のグループが出している、まあ、アルゴリズミックアプローチというものなんですけど、 OCT の基本的なことはこんなふうに書いてあって、こうもうどういうふうに見分けたらいいかということも端的に書いてくださってますので、ぜひこれを参照していただけたらなと思います。であとインステントリステなんですけど、まあ、皆さんよくご存知のようにインステントリステは、まあ、一番有名な分類としてはこのニービス・ゴンザルさんが提唱されているホモとレイヤーとヘテロかなと思います。まあ、その他の先生でもっと細かく分類されている方もいるとは思うんですが、まあ、臨床に用いる意味ではこの3つで十分かなと思います。あと、まあ、もう一つネオアセロスクレローシスというのをどういうふうに見るかということが一つ重要かなというふうに思っています。でまずこのホモとレイヤーヘテロなんですけど、ホモともうそれ以外で分類してしまったらもうそれでも十分かなと。まあ、ホモの場合は血管平滑筋が主体の新生内膜の増殖ですので、やはり通常のバルーンとかよりもスコアリングバルーンを使った方がもしかしたら有利かもしれません。それに対してレイヤーとかヘテロというのは水成分が基本的には多いと思われるものですので、ノンコンプライアントバルーンとかでも十分このあたりが、まあ、コンプレッションされて開くことができると。まあ、おそらく拡張機序がこれらのホモとそれ以外では違うんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、このそこだけを見分ければ、まあ、そこに臨床には生かしていけるかなと。ただ中でも重要なのがこのネオアセロを疑う所見、まあ、これ見られたら分かるようにアテニエーションがきつくって、このステントのストラットが追えないぐらいのアテニエーション、もちろんこれが1断面ぐらいであれば注意はいらないかもしれないんですけど、これが長い断面で続く場合であればやはり広げた後にディスタルエンブリとかが起こる可能性はあるかなというふうに思います。次に OCT の機能を知るということで、まあ、OCT は本当に機能がたくさんあって、まあ、僕は使いながら面白いかなと思っています。主な機能はここに書いてある6点ということになります。でまず OCT の主な機能の3つポイント3つを使って、まあ、オートメジャメント、ルーメンプロファイル、アンギオコレッジとステントロードマップ、ここを使って基本的なステント留置術を行うということになります。まあ、具体的に見ていきたいと思いますが、まあ、これ LAD のバイファケーションリージョンなんですけど、まずまあ OCT を造影剤で撮ると。そうすると OCT のコンソール内にこのようにアンギオ画像を取り込めますので、まあ、ここでアンギオコレージを行った上で、まあ、このスクリーン上で PCI のストラテジーを立てていくと。まず当然イメージ群ですのでプラークのモーフォロジーを見て、まあ、どういう拡張をすることがいいかということを考えます。でその次にもうすでにここには決まってますが、まあ、ステントのランディングゾーンをチェックしていきます。でこちらはディスタルランディングゾーンで選んだところ、ここのルーメンプロファイル上でこう選びながらやることがすごくやりやすいかなと思うんですけど、まあ、ルーメンプロファイルで選んだところで平均内空径が 2.22 って出ます。で距離はプロキシマルこの辺りで選んだところで距離は38ミリということですので、まあ、ステントはまあ日本のやり方であるとよく 0.25 ミリアップサイズアップすることが多いので、このディスタルの 2.22 に 0.25 を足した一番近いステントということで 2.5 ミリでかける38ミリのステントを選ぶと。で次にこれバイファケーションリージョンですので、まあ、アンギオコレージョンを見ながらステントを置いた後バイファケーションリージョンですので、まあ、この手前がまあ基本的には浮きますので、浮くところに対してどの程度のバルーンを使うか、これであれば 3.3 ミリっていうのがマックスであるので、まあ、あとプロキシマル のランディングポイントとカリーナまでの距離をこのように測って、まあ 3.5 か、まあ、3から3、3.25 から 3.5 ぐらいの6ミリのバルーンを使えば、まあ、分岐部にかかることなく、まあ、ポットができるんじゃないかというふうになります。まあ、このように、まあ、OCT のこのスクリーンというのはすごいユーザーフレンドリーで使いやすいんで、まあ、この中で PCI を1回プレイでやってしまうとそのままやってしまえばいいかなというところですごい、まあ、やりやすいかなというふうに思っています。
さて、ちょっとステントのサイジングについてちょっとここからお話しさせていただきます。で、先ほど申し上げたようにどちらかというと、OCT でステントサイジングするときはルーメンをベースにやることが多いです。こちらはOCT とアイバスガイドを比較したオピニオンスタディのプロトコルなんですけど、このプロトコルの中でも OFDI ガイドで行う場合はルーメンダイアミターを測ってステントサイズを決めましょうと、アイバスはそれに対してベースダイアミターを測ってステントサイズを決めましょうと、こういう違いがあります。そうするとこの違いによってどういう結果になるかというと、想像の通りで、選ばれるステントっていうのは OFDI ガイドでやるのとアイバスガイドでやるのと差が出てきて、アイバスガイドの方が大きいステントサイズになると。で、かつインステントのアキュート原因というものも、優位差を持ってアイバスの方が大きいという結果になりました。ただここで注目していただきたいポイントは、この結果がイコール、例えばステントのバイナリーディスティに関わってくるとか、あるいはイベントに関わってくるとかっていうことはありません。ビッグアイズベターという概念があるかと思うんですが、その OCT の内膜ベースでステントをチョイスするっていうやり方は、アイバスのベッセルベースでやるよりもちっちゃいステントサイズになるかもしれませんが、それはイコールステントアンダーエクスパンジョンを意味するわけではないということが、この結果からわかるかなと思います。ただそうは言ってもやっぱり大きいステントを置きたいというシチュエーションもあるかなと思いますので、もう一つ代表的なスタディであるイルメン3のプロトコルのお話をちょっとさせていただきたいと思います。このイルメン3っていうのはステントのサイジングを内腔ベースで選択するんじゃなくて、OCT でもレファランスの部分はこのメディアが見えるんじゃないかということで、メディアを参考にアイバスチックにステントをチョイスするということをプロトコルで推奨しています。そのやり方で OCT ガイドとアイバスガイドの違いを見ているんですが、ただそうは言っても OCT ですので、場合によってやっぱりこのメディアが見えない、ここではメディアの外のちょうどこの中のローの部分の外縁の EL の部分を測るんですけど、この EL が見えるパターンと見えないパターンでステントのチョイスの仕方を変えましょうということで、このプロトコルは成り立っています。で、実際にそれを見ますと、これであればこのちょうどないメディアの部分が EL が測定できますので、測定2点でできれば測定してそれの平均の EL 計を出します。この症例であれば 2.77 という結果になりました。なのでイルミネン3のプロトコルではこの 2.77 を超えない最大のステントをチョイスしましょうというふうになってますので、この症例では 2.75 ということになります。一方こちらはメディアが追えない部分ということになりますので、ルーメンベースで選択しましょうということで、このミーンルーメンダイアミターが 2.69、 これを超える一番小さいステント、つまり 2.69 を超える一番小さいステントというのはこれも同じく 2.75 ということになりますので、こういうやり方をイルメン3では提唱されていました。ただ日本のやり方と どっちかというと、でこれに 0.25 を足しますので、もうちょっと日本のやり方だとちょっと大きくなるかもしれませんけど、イルメン3ではこういうやり方を提唱しています。で、結果このやり方でやりますと、OCT でやってもアイバスでやってもステントの大きさっていうものには有意差はなかったということが報告されています。さらに注目するべき点としては、ダイセクションの率っていうのが OCT とアイバスと比べて、OCT の方がこのメジャーなメディアールとかメディアールライセクションとかそういったものがメジャーなダイセクションが減るっていうことが結果として現れています。これはおそらく、EL ベースで取れるものとで、それ EL を追えないものは無理せず内腔で選ぶというところがおそらくこの差につながったのかなというふうに個人的には思ってるんですけど、このように EL っていうのはある程度そのレファランスの部分では OCT でも見えますので、2つのやり方を知っておいてもいいのかなというふうに思います。じゃあ実際2つどういうふうに選ぶかということなんですけど、基本的にはこの2つのスタディから分かることはどちらを選択しても構わないのかなというふうに思っています。ただアイバスでもそうかもしれませんけど、内腔と外縁を両方取ってその中でこういう幅 2.75 から 3.25 あるいは 2.75 から 3.5 こういう幅の中、病変に応じてステントをチョイスするっていうやり方でいいんじゃないかなと。例えばこの右側であればちょっとプラークが多いので、内腔ベースで取りましょうとか、そういったやり方でいいのかなと思います。